はい、どうもこんにちは。ラロドチャンネルのラロドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フライタイング楽しんでいきたいと思います。そして、今回巻いていくのが、B です。蜂をイミテートしたパターンになります。春から夏にかけてのシーズンでは、渓流魚たちが蜂を大量に捕食している場合も珍しくありませんので、早速巻いていきたいと思います。それでは B のマテリアルを紹介します。フックは TMC212Y、 サイズは13番、スレッドはユニスレッド60、カラーはライトケイヒル、ボディにはフライライトのカラーはゴールデンアンバー、リブにはピーコックハール、ウィングにはリアヘアを使用します。それではまずフックの3分の2程度までスレッドで下巻きをします。下巻きができましたら、余ったスレッドをカットします。続いてピーコックハールを取り付けます。スレッドにダビング剤を寄り付けてボディを巻いていきます。次にピーコックハールでリビングをしていきます。
ハールが巻けましたら、ピーコックハールをスレッドで固定していきます。固定ができましたら、余ったピーコックハールをカットします。続いてウィング材のリアヘアの毛先をヘアスタッカーで揃えます。リアヘアを取り付けていきます。ディアヘアが固定できましたら、前方側の余ったディアヘアをカットしていきます。そしてダビング剤を寄り付けてヘッドを作っていきます。そしてウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをしていきます。余ったスレッドをカットします。最後にヘッドセメントをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、Bを巻いてみました。このフライは流れの緩い場所や反転流なんかのポイントをドラッグフリーで長く漂わせてやるといいかと思います。また滑水時なんかのストレスがかかっているような状況で渓流魚たちが水面上まで出てきてくれないような時でも、このフライは水面直下を半沈みで流すことができますので、渓流魚たちを引き出しやすく、とても頼りになるフライになっています。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラルドチャンネル、これからも応援しているようだとか、フライタイムがしたくなってきた、今度の調校が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログをやっております。概要欄にリンクが貼っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。